現地時間10月19日に開催されたラリーガの第10節でジローナは久保建英を擁するレアルソシエダとホームで対戦。44分にミケル・オジャルサバルにヘディングシュートを叩き込まれ、0対1で敗れた。画像、韓国チア会が誇る、女神・アンジヒョンの厳選ショット。怪我人が続出しているジローナは72分に、B チームに所属する18歳の韓国人 FW ・キムミンスを投入。 これがらリーガデビューとなった。逸材のトップデビューに韓国メディアは大興奮だ。スポーツ挑戦は、また一人のスーパータレントが登場した、ジローナのワンダーキットと紹介。夢に描いたリーガデビューに成功したと伝えた。同メディアは、キム・ミンスの出場で久保とのミニ・韓日戦が繰り広げられた、とも綴っている。また、別の記事では、イガン委員に続く、 韓国の歴代最高レベルのタレントが爆発した。2006年生まれ超新生キム・ミンス。韓国人として史上8人目の驚くべきラリーガデビューだと報じている。母国での期待値は計り知れないようだ。